さて、着いた。見ての通りの場所だが、遠慮せずにくつろいでくれたまえ。君ならば、瓦礫や何かで肌に切り傷を作ることもないだろう。ふん。文句は言うなよ。我々レジスタンスは、ベルフォメットから逃げて逃げ延びる立場だ。豪華な絨毯の代わりに、山のような残骸。それが我らの居場所なのだよ。その辺りを優雅に歩けば、あっという間に機械歩兵に見つかってスクラップにされてしまう。利便性や快適性は生きるために忘れたのさ。逃げ惑うのが楽しいかね。楽しくはない。しかし慣れた。ベルフォメットに正面から立ち向かうのは難しいからね。木を待っているのさ。もう長い間ずっとね。よって私たちレジスタンスは、この残骸の山こそが故郷なのだよ。この枯れ果てた鉄と錆の匂いこそが私の過去であり未来なのさ。どうだね。君に会話を楽しむ素養があるとも思えないが、少し話そうじゃないか。ユリアス・フォルモンド、君はどうだ。私が何だと。君の知る世界を教えてくれと言っているんだ。興味があるのさ。君にもあるのだろ、過去が。私にとっての残骸のような過去が。永遠に別れを告げる準備はできたか。お前はどうして仲間を襲うんだ。決まっている。意志なき者は退場すべきだ。力に溺れる貴様らは抱きすべき弱だよ。お前には意志があるというのか。あるとも。今まさにその意志の力を振るっている。貴様らは自らの力に酔い、人の血に酔い、夜を生きる資格を失った。化け物め。そう、私は正しく化け物で、貴様らは正しくまがい物だ。さあ消えろ、私の演目からな。どうかしたのか。自らの過去に思いを馳せてみたのかね。それはとても楽しそうだ。大したことではない。どんなことを思い出したのか当ててみせようか。私にはそれなりの演算機能が搭載されている。きっと当たるぞ。お前も大概ぶしつけなやつだ。いきなり殴りかかる君が言えた義理ではあるまいよ。自らを顧みる機能がないのかね。私にはない。まあいい、こちらに来るがいい。ソラ、しゃがめ。間違っても踏みつぶすなよ。もしそんなことをすればまた倒れて君に世話させてやるからな。これがなんだね。なんだ、君の世界にはないのか。ならば教えてやろう。これは花だ。私のトークシステムを最大限に活用するなら
唇色の彼女、無口だが雄弁、どうしてもいい。花をめでる趣味はないのだがね。君のことだ。戦いに明け暮れるばかりで何をめでる趣味もないのだろう。花くらいめでたらどうだ。やれやれ、ベルフォメットはどこだね。ユリアス・フォルモンド、虚しくはないか。戦いばかりで虚無感を覚えたことは。まさか闘争ほど充実したものはない。だろうさ、始まって終わるまではね。だが終わったらどうする。後には何が残る。あるいはお前が満足する相手じゃなければどうする。答えは決まっている。何度繰り返しても慣れんな、この虚しさには。騒乱の熱が冷めれば、後に残るものはこの感覚だけだ。何が言いたい。こう聞くとまたぶしつけだと思われてしまうのが恐ろしいが、まあ聞くとしよう。君は誰かに哀れだと言われたことはないか。哀れだな、ユリアス・フォルモンド。かつての私はその言葉にこうした。しかし今は認めよう。確かに私は哀れなのかもしれない。お前が私を憐れむのかね。違うさ、ユリアス・フォルモンド。君に憐れみなど必要ない。必要なのは余裕であり休息だ。違うかね。戦い続ければ虚しさからは逃れられ、戦い以外の意味を知ったらどうだ。例えば花をめでるとかな。それを言うために私をここに呼んだのかね。ああ、その通りだ。ユアンは君を危険だと言ったが、私にはそう思えない。まるで君は何かにすがるように戦っているからね。少しは落ち着くといいよ。くだらんな。敵に背を見せぬだろう君が、休息からは逃げるのか。なんとも皮肉だな。いや、どのような皮肉なのかはファジーすぎて私には理解できないわ。私の虚しさは私だけのものだ。お前には関係ない。私は三姉妹の中では最も旧式だからな。お姉ちゃんなのさ。君を可愛い弟だとは思わないがね。これは私の機能だ。より丸く言えば私の差がだ。戦いに執着する君に少しは別のものを与えたくなってしまってね。悪いが失礼するよ。やれやれ、まったくもって難物だな。人の話を聞くつもりがない。いや、そもそも人を人と思っていない。だがわかるぞ、お前の背中は血塗られている。お前の頬は濡れている。カメラとセンサーではなく
私の心でそれを感じる。まるであの子と同じだよ。何かを背負い、頬を濡らし、さまよえる姿はテトラ、あの子とよく似ている。